こんにちはうです。今回もわけのわからないガチャガチャシリーズやっていきましょう。今回はですね、あれ今回の声今出すわ。うわこれめちゃめちゃ雑なんだけど、今日引いてきたやつはこれだね。なんかあるじゃん、トイレのさ横とかにさ、なんかこのなんかウォシュレットのボタンみたいな、あれを押すと喋りますよみたいな、そういうね、誰が欲しいねみたいなガチャガチャ引いてきました。で、この白のやつのね、このなんかボイスが鳴るらしいのよ。で、白のやつが、ちょっと今、うろ覚えで喋ってるから、まあみんなには見せてると思うんだけど、なんか今日も絶好調、うんこもりもり、みたいな、そんなことを喋ってると思うんだけど、これをね、見てね、いや、気になるってなったんだよね。で、そんな中、あと何個あんのかなと思って見たら、4つしかなかったのよ。やばい、早く買わなきゃ僕のうんこ取られるってなるじゃん、そんなの。なったから買ってきたわ。もうバカなのかなって。で、引いてきたやつがこちらです。白出たら意味ねえだろう。知っとんねえ、何喋るか。最悪やで。めちゃめちゃ最悪。もう白だったら分かってんのよ、何喋るのか。いや、僕は、他の、グレーとかピンクとか青とか緑とか多分あったと思うんだけど、他が何喋るのか気になって引いたのよね。一回400円もすんのによ、ふざけんなよと思いつつ、まあ一回ね、靴に開けていこうかなと思います。まあいいやん、もう。そのもう同じの当たったとしても。それ喋ったのがね、どんな感じ、なんで2枚に分かる？なんでめちゃめちゃお得感すご！なんか2個入れてくれてるんですけど。なんか、あなたはもうなんかバカだから2個読みなさい、みたいな。あー、なるほどね。他のやつもあるよ、みたいな。うわ、頑張る人へのやる気スイッチと、愛の手ボタン。ちょっとガチンとくる何様ボタンと、券売機は喋ったラーメン。うわ、すげえ。2枚もいらねえ。めちゃめちゃ2枚もいらん。なんで2枚入れてんだ、これバカじゃないのか。で、これ、うわ、結構楽しみなんだよね。どんな感じで喋るのか。てか、どのボタンを押したら喋るのかも分かってない。これ、どこから開けるんだ、これ。うわ、こうか。よっしゃ。さあ、早速聞いてみようか、これ。はい。これどうしてもいいのかな？押します。あれ違う。え？あ、これを抜かなきゃいけないと。これを抜いて、ようやく喋る。何これ？まあいいや。喋ると。オッケー、行きましょう。行くよ。返品して！いらねえ。これマジでいらん。これどれ押しても喋るのかな？いらない、いらなすぎる。想像以上に面白くなかった。いらな、てかこれだね。これ自体がボタンになってるから、どこ押しても全部がへこんでなるよみたいな。うわ、いらねえ。うわ、こんなのに400円も使ったの僕。うわ、最悪や。なんでこんなのに400円使ったんだ僕は。うわ、いらない。うわ、前のあの告白の手紙シリーズの方が余裕で面白かった。いや、本当はさ、この白じゃなくて、この何が喋るのか分かってる白じゃなくてさ、もうピンク緑とかが欲しかったの。他のやつがどんなの喋るのかなって、それを楽しみに引いたのにさ、白出て、もう最悪よ。もう分かってることを、なんか別にそこまで面白くなく喋られても困るわこっちも。だからさ、もう一回引いちゃったよね。そしたらまた白出たの。もう最悪と思って、もう一回引いたら白出たの。もうバカやで。もうこれみんな分かってる。これ一回400円だから、これ1200円、これ1200円なんです。皆さん、いらない。せめてキーホルダー式にしてできるのかな、ここで一応。じゃあストラップ最初からつけとけや。いらねえんだよこんなの。友達にあげても喜ばないしね。キャラモノとかだったらわかるよ。ピカチュウとかだったら、まだポケモン好きな人にあげたら、まだちょっと喜ぶかもしれないけど、これいらないのよ。マジでいらない、これ。どうする？視聴者プレゼント？嘘だろ？こんな、ちょっと視聴者プレゼントで出して爽快、今日もあげましょう、みたいな。いらねえよ、誰も。誰もいらねえし。しかもなんかこう、あれなんだよね、これ。なんか冷蔵庫とかにくっつくよ、みたいな。
謎機能いらねえからストラップつけろや。せめて持ち運びつけれないのが余計やだわ。でさ、の4個あったっつったじゃん。だからさ、もう最後の1回を引いたよ。もう白だったらもうそれはそれでも動画のネタだ、なんだこれみたいな感じで終わったろうか思ったら、緑出たんだからよ。緑に変な日本語になっちゃった。緑出たんですよ。だからさ、もう緑のやつ聞いていこうかなと思います。最初から緑出てくれたら、これバカみたいに値段かけなくてよかったんです。こっちはこれ1600円だからね、1回400円、これゴミだからね。ここ1600円ってまあまあよ、普通に高いもん。1600円ってバカじゃないのか、アホタレ。何これ入れてんの。あれか、両面テープ的な。あ、ほんとだ。冷蔵庫に作って、これ磁石じゃねえのかよ。そういう系かよ。さっきの入ってなかったしね、これ。入ってたわ。ノータッチでいきます。いや、これ、磁石になってるのかなと思ったのに。まあいいや。じゃあこれ開けていこうか。これ何喋るのかな、こっちは。これ何喋るか楽しみだね。いや、ほんとは、何喋るのか楽しみでこっち開けてますから。開けてますから、てか買ってますから。本来ならこれで楽しみたかったの。じゃあ、聞こうか。早速。聞いていこうかなと思いますよ。さあ、何喋ってくれるのか。こっちは、出して爽快気分上々みたいな。いきます。それは水に流す。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。